あの結構きつく気をつけろと言われました。そうですね。ここもちょっとお足元荒れるんで。おお。あ、本当だ。どっち？少々お待ちいただいてよろしいですか。はい。お手を触れるのは禁止で。ああ、そうなんですね。はい。しました。どうぞ。はい。失礼します。荷物ここに置いていただいて。はい。はい。じゃあここの前に足を揃えて立っていただいてよろしいでしょうか。はい。で、まあ、こちら側に。ちょっとかがんでいただいてもいいですか。はい。はい。失礼します。はい、目の目だ。ああ。大丈夫ですかね。あ、大丈夫でした。大丈夫ですか。はい。ちょっと後ろ閉めていきます。はい、お願いします。はい、はい、大丈夫ですね。はい。はい、それでコードの長さが、ごめんなさい、どうしよう。はい、これちょっと右手で持っていただいて、はい、はい、それで大きくこうやって動いちゃうとコードが抜けちゃうので、はい、ただ全体的に360度見てほしいので、はい、その場でコード持ちながらこうやって動いたり、まあ、右手左手でこうやりながら動いてもらう分には全然大丈夫ですので、はい、で、はい、X 線の時とかは全体的に透けて見えたり、雨降ってきた時は上下とか見ていただくと雨とか見えたりしますので、はい、上下、はい、じゃあ行きますね。あ、もうちょっと下の上で、はい、大丈夫ですよ。はい、いきまーす。3分半ですね。はい、はい、いきます。おお。ヘッドライトは人間ではない生き物の近く世界をプロジェクター映像を通して体験できるシステムです。おお。これからヘッドライトを起動します。あなたが見ているところにさまざまな映像が投影されます。ぜひ周りを見回してみてください。蝶は人間とは異なる色の認識能力を持っています。もし蝶になったら世界は全く異なる色彩で見えるのかもしれません。
ました。ヘッドライトを外してスタッフに渡してください。ありがとうございます。こちらで外します。ありがとうございます。すみません。じゃあ失礼します。よいしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした？なんかプロジェクターどこにあるんですか？この上に、こっから光が出てるので。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。本当にこう、すごくスムーズな、あ、はいはいはい、動きで、はい、ちょっとなんかプロジェクターが感じられないっていうか本当になんか体験してるような感じですよね。うん、そうね。そうですよね。ちょっと感動伝え抜きます。いや、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました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 。足元を気をつけてください。はい、そう、雨が降ったから滑るんですよね。そうですね。はい。